ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あーあああ。暑いわねー。2023年は、観測史上最も暑い夏となったが、2024年も全国的に、平年より気温が高くなると予想されているよな。こんなに暑いと、ガリガリ君とか、氷系のアイスが食べたくなるわ。ガリガリ君は、赤城乳業が製造、販売している、スティックタイプのアイスキャンディーだよな。子供から大人まで、幅広い世代に愛される、ロングセラー商品よね。ガリガリ君といえば、ソーダ味だが、ソーダ味が、青色というイメージになったのは、ガリガリ君が始まりだったんだぜ。確かに、ソーダは透明だし、メロンソーダだったら、緑だもんね。どうして青色にしたのかしら。新しいソーダ味を作ろう、というのが、発端だったみたいだな。当時はまだ、青色のソーダ味が存在していなかったことと、子供が野外で食べるイメージから、空や海を連想させる色で、ソーダの清涼感にもマッチするということから、青色になったらしい。それで、あの爽やかな色になったのね。ガリガリ君って、いろんな種類の味があったわよね。ああ、累計、約160種類以上の味が発売されているぜ。中には衝撃的で、不人気となってしまった味もあるんだ。どんな味だったの？では、今回はこの件も含めて、不人気すぎた食品について紹介しよう。お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、冒頭に話していた、ガリガリ君の衝撃的な味、ナポリタン味を見ていこう。ナポリタンって、パスタの？もちろん、その通りだぜ。2014年に発売された、ナポリタン味は、袋を開けると、真っ先にトマトの香りを感じることができるフレーバーだ。トマトの香りがするアイス。全然想像できないんだけど、一口食べると、ケチャップの味がするとのこと。ネット上には、凍らせたケチャップを食べているようで、美味しくない。その味を思い出すだけで、食欲が失せるから、ダイエットしている方は食べてみてください。といった声が上がった。かなりひどい言われようだわ。なんで、ナポリタン味を作ろうと思ったのかしら。ガリガリ君の、マーケティング担当者の話によると、きっかけは、楽しい味を期待している、という客の声だったそうだ。熱いものを、冷たくしたら面白いんじゃないか、ということから、コーンポタージュ味を作り、アイスメーカーの競合が、タッグを組んだという話題性がある、ということから、江崎グリコとコラボした、クレアおばさんのクリームシチュー味を作ったんだ。コーンポタや、クリームシチュー味は美味しそうだわ。どちらもかなり売れ行きが良かったため、ナポリタン味を発売したが、これは失敗に終わってしまったという。何度も試作を重ねていくうちに、これじゃ普通だ。ナポリタン感が足りない。と、チーズの味やピーマンの香りを足すなど、ナポリタンを、忠実に再現することが、目標になっていたと担当者は話している。美味しいナポリタン風味を作るはずが、完全なナポリタン味を作ってしまった。ってことね。発売から2年後、テレビ番組に出演した赤城乳業の、マーケティング部部長が、ナポリタン味は、3億円近くの赤字、余剰在庫が320万本となったことで、取り返しのつかない赤字を叩き出した、と話していたぜ。3億円の大赤字は痛いわね。しかし、料理に入れると美味しい、という噂もあったんだ。X では、ガリガリ君ナポリタン味を、札幌一番塩ラーメンに入れる人や、パスタのソースとして食べる人などがいて、アイスだからいけない、料理として食べたらいける、といった声もあった。なるほど、本物を追求しただけあって、ナポリタンとして食べると美味しいのね。赤城乳業のホームページには、アイスの可能性を切り開く、アイスドリームメーカーとして、これからも、あらゆる分野で、限りない挑戦を続けていきます、と書かれているから、これからも、話題性のある商品を生み出してくれることだろう。新商品が楽しみだわ。次に紹介するのは、2019年に発売された、飲むおにぎりだ。日本の伝統食材、こんにゃくの加工食品を作る、旅行デイリーフーズが開発した、世界初のパウチ容器入りのおにぎりが、発売前から話題になっていたんだ。おにぎりを飲むっていうのは斬新ね。忙しい現代人にとって、簡単に食事を済ませられる手軽さや、賞味期限の長さから、保存食や非常食の一つとして期待されていた商品なんだ。中身はどうなっているのかしら？ゼリーのようになっていて、昆布や海苔などが入っている。え？おかゆみたいなイメージをしてたんだけど、想像と違ったわ。ネット上でも、おにぎりとは似ても似つかない形状。おにぎりは、握った米のことを言うんじゃないのかね。といったコメントがあったぜ。まあ、
でも一番大事なのは、味よね。目をつむって食べたら、案外いける、意外にも美味しい、といった声がある一方で、味が濃い、と感じる人が多かったようだ。中には、おにぎりを食べた後に、30回咀嚼した後の食感が、口の中に飛び込んでくる感じ、という人もいた。好き嫌いが分かれる味だったみたいね。おにぎり、として食べたら、なんか違うなって思っちゃうのかも。残念ながら、2024年現在では、購入できない状態になっていて、販売中止になったのではないかと言われている。一度は食べてみたかったわ。続いて、スイーツ系焼きそばを紹介するぜ。2016年12月に発売された、明星一平ちゃん夜店の焼きそば、ショートケーキ味も、ネット上で大きな話題を呼んでいた。意外な組み合わせの食品が多い印象だわ。この商品は、クリスマスをはじめとした、パーティーシーズンに向けて発売された、季節商品なんだ。だからショートケーキ味なのね。ちょっと嫌な予感もするけど、中身はどんな感じなの？開封すると、麺、ソース、かやく、マヨネーズ、といった、通常の焼きそばとほぼ同じ構成だが、バニラ風味マヨや、イチゴのかやく、ヨーグルト風味のキューブ、などが入っている。焼きそばに甘い味って、合うのかしら？食べた人のブログには、ソースを開けた瞬間、甘い香りが漂い、口に運んでみると、背中がゾクゾクするほどまずい、軽くトラウマになるくらいまずい。さすがに、キリストもブチギレるほどのまずさ、と書かれていたぜ。なんとなくその味は想像できるわ。他にも、想像を絶する味に、食べきれなかったという人が、ホットケーキミックスと混ぜて、なんとか完食したというエピソードもある。食べきろうとする努力がすごいわね。さらに、バレンタインのイベントに合わせて、明星一平ちゃんブランドからは、夜店の焼きそば、チョコソース、そして、ペヤングシリーズからは、チョコレート焼きそば、ギリ、が登場していた。チョコレート？ショートケーキ味よりは美味しそうかも。一平ちゃんのチョコソースは、思ったよりも甘くなく、甘さとコクのある、デミグラスソースのような味で、意外と食べられる、という声が多かったのだが、ペヤングは完全にチョコ味の焼きそばだった、という声が上がっていた。口コミには罰ゲーム専用です。なぜそう表記しないのでしょうか。もったいないので完食しましたが1日分のやる気を全部持ってかれました、と書かれていたぜ。本命チョコとしてあげたら大変なことになりそうだわ。ペヤングは2020年9月にアップルパイテイストの焼きそばも発売している。クリスマスやバレンタインでもない時期に突然アップルパイ味？その味はどうだったのかしら。意外にも、味は塩分が強めで、甘じょっぱい味だったようだ。かやくには、皮付きのリンゴ加工品が入っていて、お湯に戻すことで、シャキシャキのリンゴになるらしく。噛めば噛むほど、しっかりとした、リンゴの味わいを楽しむことができ、思いのほか美味しい、という声も上がっていた。かやくの、リンゴは美味しかったのね。焼きそばとしての感想は？アップルパイの、パイ生地のようなサクサク感がなく、甘いそばを食べている感覚だった。という感想を書いている人がいたぜ。あまり、いいものとは言えなそうね。日本最大の、料理レシピサービス、クックパッドには、ペヤングの、アップルパイテイスト焼きそばを使用したレシピも紹介されていて、チーズや、塩コショウをかけると美味しいとのこと。スイーツ系の焼きそばを、アレンジして楽しむ人が多いことが分かったわ。現在、スイーツ系焼きそばは販売されていないため、次のスイーツ系焼きそばに期待だな。最後に、ダイドードリンコが発売した、新感覚の炭酸飲料、フリスクスパークリングについて紹介しよう。それなら知っているわ。飲むフリスクとして、SNS でも話題になっていたわよね。飲むフリスクは、ダイドードリンコの自販機や、一部コンビニなどで取り扱われているぜ。フリスクタブレットをイメージした、ミント成分による強い刺激と、持続する冷涼感で、仕事や勉強の合間など気分をリフレッシュさせたい時に向いている。運転中に飲むのも良さそうだわ。だが、ネット上では、まずいと評判なんだ。そうだったのね。まずいと言われる理由は、何なのかしら。理由は3つあるのだが、1つ目は、強烈なメントール感だ。飲んだ瞬間から、喉と胃にかけて、スースー感が広がり、炭酸飲料を飲んだというよりは、スースーする飲み物を飲んだ、という感覚だそうだ。X では、飲んだら食道の形がわかる、といったコメントもあったぜ。食道の形がわかるほどの清涼感、なかなか、そんな飲み物はないわよね。二つ目は、味の薄さで、ラムネのような味をほのかに感じることができるが、シュガーレスのため、全体的に味が控えめだという。シュガーレスなら、
ダイエット中でも飲みやすそうだわ。三つ目の理由は、炭酸の弱さだ。炭酸のガス圧が控えめなため、シュワシュワ感が少なく、一部の人は物足りないと感じているんだ。強い刺激を期待していた人には、想定外だったのかも。気温と手の熱で温まり、開封から10分も経たずに、炭酸が抜けてしまった、という人もいるから、開けたら、短時間ですぐに飲んでしまった方がいいかもしれないな。ダイドードリンクは、どうしてフリスクとのコラボをしようと思ったのかしら。それにはなんと、新型コロナウイルスが関係しているらしいぜ。どういうこと？ネット記事には、ダイドードリンクは、心と体に、美味しいものを、ブランドメッセージに掲げていて、コロナ禍の、心理ストレスに焦点を当て、心の疲労や、ストレスに働きかける、リフレッシュ飲料の開発を目指したと書かれている。コロナ禍では、感染への不安や、行動制限などで、メンタルの不調を訴える人が多かったもんね。そして、フリスクのミントによる刺激と、持続する冷涼感が、ダイドードリンクが目指している、リフレッシュの印象に近いという意見が出たため、コラボ案が検討されたんだ。そんな思いから作られていたなんて、知らなかったわ。刺激を通して、心をリフレッシュさせる飲料として、フリスクスパークリングが生まれたのね。味は好き嫌いが分かれていて、特に、ミント系が苦手な人には、好まれていない商品だが、サイダー感覚で飲めて結構うまい。キンキンに冷えた、飲むフリスク、うまいわ。普通にうまいし、なんならハマる、といった、好意的な意見も多く見られたぜ。食べ過ぎた後に、胃をすっきりさせたい時とか、暑い日のスポーツ前とかに飲んだら、スースーして、爽快感が得られそうだわ。こうしてみると、変わり種の商品を販売する企業は少なくないわね。変わり種商品の発売が、メディアで取り上げられた場合、企業としての存在やブランドなどが、消費者に、広く知れ渡ることになり、広告としての効果があるため、変わり種商品を、販売する企業が多いのではないか、とネットの記事には書かれている。通常の商品でも人気があるのに、変わり種商品を販売するのは、話題性を狙った、広告手段だったからなのね。ただ、変わり種商品が売れなかった場合は、大きな損失となってしまいそうだけど、確かに、話題性があっても、変わり種商品の売り上げにつながらないケースもあるが、話題性が生まれることで、その企業の商品から、遠ざかっていた消費者が、再びその企業の商品を手にする機会が生まれたり、そもそも、接点がなかった消費者が、その企業の商品を手にする機会が生まれたりという、副次的効果を期待することができるんだ。その効果が発揮できれば、変わり種商品、単体の売り上げが伸びなくても、企業全体で見ると、成功したと言えそうね。また、消費者が SNS 上に投稿したり、雑談のネタに使ったりすることが、話題性へとつながる可能性もある。今回紹介してもらった商品は、SNS 上で、大盛り上がりだったみたいだから、企業の狙い通りだったのかもしれないわね。それじゃあ今回の解説はここまで。ご視聴ありがとうございました。